おっと、空手の中先生と柔術の中井先生だ。一体何事？パーン、上に煽っといて、スッと入る。え、空手の型と柔術の技がそっくり？一本拳だ。一本拳って柔術にもあるの？しかも強烈。それがあり得るのか。ちょっと空手の型が柔術に決まる？大興奮の黒帯ドリームから、柔術の中井裕樹先生と空手の中達也先生のワクワクの交流をご紹介。これは先生さっきかわされちゃったんですけど、沈んで、これやっぱりよく倒れちゃうんですか。倒れます、倒れます、はい、これはやっぱりこれはよく使われる、いわゆる桜庭タックですね。いわゆる桜庭、沈んでそのままいくね。これは総合で結構使って、うちの接種も使うんですけど、それうち肩の中にですね、はい、こういうのをここでこうんです。おっと、同じですか。同じですね、同じですね、同じですね。そうなんですか。肩の中にこう、ね、ここからなんですよ。なんていう方なんですか。二重使用という方、黒帯でやってるじゃないですか。あるんだ。あるんですね。あざとしてはある。こっちで押さえて、こっちで、なんか同じですね。原理としては同じですね、全く。これを体でやってるんで、あの型はですね、小技とここでバーンと上に煽っといて、スッと入るっていう。一瞬だったんですね、今。でも僕らもまあそうですよね、こうやってこういうことなんで、うん、そうですね、こう来て、ね、こういう動きなんで、うん、それでこう来てね。発想は一緒なんですね。これで絶対逃げ道を。これもう逃げられないですね、はい、これもよく使うんですけど、膝を、足をこう流して、うん、こうなると、あとこっちですか。そう、こうなると、まあ、正面で叩いてもいいし、うん、これ嫌がったら後ろに抜くだろうし、あ、こうなります、こうなりますね、後ろに抜いてもいいし、うんうんうん、という発想ですね。確かに、うん、これもできないですね。これもよくやりますね。だから結局、全部絡められ、取られちゃうんですね、うんうん、これもよくやりますね。だから前がなくなっちゃうじゃないですか、うん、前が全くなくなるんで、前がね、うん、それでまた背骨が使えればいいんですよ、ね、いや、これもピッと抑えられちゃうんですよ、ね、日本でいうとこれ僕のこれのスペシャリストなんですよ。こっちもダメですね、これが。これでいろいろ待ってるんですけど、まあ、基本こういう締めあるんですね、これこっちは、うん、こっちはいいんですけど、僕の必殺はこれですね。一本拳。これ一発で、これ落ちる速度速いですよ。今一瞬ですね、はい、かなりこれ速度的に速いですね。これ頭くるとかじゃなくて、これ結構落とすのに、いや、僕これこっちが嫌なんですよ、ものすごく。これがいいですね、うん、でもこれを関節決めることができるんですよ。でしょ、あっ、ね、そうそう、これができるんで、そうで、こっちが怖いんですよ、ね、でこっちがものすごくなっちゃう、ね、そうですね。どっちでもいいです、決まればもうどっちでもいいんでね。これビームポイントです。すっごい落ちる速いです、はあ、怖いな、これ。これ結構、これ結構殺しの技じゃ結構いいですね。一本拳の突きあるじゃないですか、肩の中に。やっぱこっちもいいですね。これはここで、ここに使うと、うん、パスで落ちますね、はあ、それがあり得るのか。こうとか言って肩の中にあるんですよ、こういう動きが。いいですか、ちょっと軽く。おお、これ結構きますね。切ってここでカーン。早く動かないからですね。それからこうっていうのは肩の中にあるんですよ。そういうのがあるんですね。はい。だからさっきの動きで、あの先生こう取ったじゃないですか。はい、あれと同じようにこう。下に対してこっちへ入って、ここでこういうのを肩の中に入れる。これ、下に対して自分で回り込んで、こっちを押さえて、こっちを叩く。あれが今の背中見てる。そういうのもあるんですよ、うん、回り込んで。ただやっぱ空手はいろいろあるんですね。そうです、肩の中にいろんな技入ってるんですけど、ただそれを普段稽古しないですから。
中先生が柔術やフルコンタクト空手、剣術との戦いを大研究、黒帯ドリーム、ぜひご覧ください。黒帯ワールドは毎日更新。明日もお楽しみに。